まあ、そして時間の管理ですとか、あるいは微妙な取り組みでしたら、話し合いをしまして、ちゃんと結論を出すのがその勝負審判の仕事です。軍配返りました。海龍と貴健斗、もろ手突き海龍、貴健斗を突っ張っていきます。突っ張り合いになった。貴健斗が下から押していく。貴健斗が押していく。さあ刺した、突き落とし、貴健斗の勝ち。右が覗いて海龍出ていきましたが、貴健斗がよく動いて回り込みました。